太顎ヒゲトカゲは、波中交友輪目、アガマカアゴヒゲトカゲ属に分類されるトカゲ。オーストラリア最大全長49センチメートル。最大東道長23センチメートル。最大尾長26センチメートル。体型は太い。後頭部のトゲ状ウロコは、横一列に並ぶ。体側面の四条ウロコは、規則的で、ほぼ一列に並ぶ。尾のウロコは、 比較的均一。校内の色彩はピンク色の個体が多い。森林から砂漠にかけての様々な環境に生息する。半樹状性、中高性、危険を感じると口を開け、喉の皮膚を広げて威嚇する。主に昆虫を食べるが、植物質なども食べる。繁殖様式は卵生。11から26個の卵を産む。卵は、 摂氏26度の環境下で86から96日で孵化した例がある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。アゴヒゲトカゲ族内では最も流通量が多い。飼育か繁殖個体のみが流通する。テラリウムで飼育される。ケージの中に局所的な熱源を照射し、その下に岩や流木などを置き体温を上げることができる場所を作る。 照明として、爬虫類用の紫外線量が多い蛍光灯などをつける。餌として、主に昆虫を与えるが、野菜、果実、専用の配合飼料なども与える。幼体は動くものに反応したがいに、獅子や尾に噛みつくこと、小さいトカゲを食べること、オス同士では激しく争うことから、基本的に単独で飼育する。ありがとうございます。